食べた。食べたよね、今。食べたよね、今。カエルの子はカエル。ぴょん。はい、ということで、今回ね、コストコ行きまして、こちら。キャンディースナップ新商品の、ブドウをね、買ってまいりました。数量限定です。限定か期間限定らしいよ。そう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 。なんでね、みんなで食べていこう。めちゃくちゃ甘いらしいよ。いちごぐらいの甘さが。そう。って言ったけん、めちゃくちゃ楽しみにして買ってきました。うん、それでは、あーないベタベタや。ベタベタ。ゆっくり食べた見たわ、ほんと。食べたよね、またね。ちょいちょい食べてないヒロちゃん。食べたね。食べたいね。うん、いいよ。ちょっと行こう、まず食べようか。感想ください。そうよね、行こう。まず食べて。食べて。めちゃくちゃ食べてるよね。味わって、できれば味わってよ。しかもこれなんか、種もないし、皮まで食べれるっていう、相当いいよな。甘さ、甘さの。甘っ。めちゃくちゃ甘い。あ、ありがとう。とにかく甘いわ。キャンディーの味。キャンディーの味する？うまっ。めっちゃ甘い。なんだこの甘さ。うん。いや、一番甘い。今まで食べたブドウの中で一番甘いかも。味的にはちょっとデラウェアが入ってる。デラウェアが入ってるってずっと言おうけど、しっくりきいてなくて、いかんぜん。ないそれは。あ、もう確保に入ったんですね。生きる知恵。やっぱもうやっぱすごいね。生きる知恵ですよ。一回も喋ってないよ。めっちゃ喋ら。一言も喋らない。本気やろ。糸の本気。こういうね、果物系にはうるさいんよ。うん、本当に。やばい。俺ちょっと一回やってみたかったことあるね。こうやって、うん、ドラマとかでしか見たことないんやけど、こうやって。うん、美味しい。 CM 待ってます。ごめん、ちょっと井戸の方を取り寄った気なんで。あー、うそー、びっくり。まさかの井戸ちゃん、やっと泣きそう。ごめんな、確保に入ったとかさ。ありがとう。俺もなんかこのことやるから申し訳なかった、本当に。いっそありがとう。マジで？あ、やりたかった。やりたかったよね。おいしいね。びっくりした。ちょっと感動したわ、いとちゃん。本当ありがとうね。ママ全部あげる。ありがとう、西も。幸せやな。幸せな気分。ね。幸せ。もう幸せだわ。星が降る夜のやろ。しないね、夜のだけ。け。け。ちょっとなんかビブラート。ソキー。みんなの分も置いてくれたって歌いながら。でも本当、いただいたらぜひ皆さんこれ、ね、お試しください。あれ、うん、本当にもうこれはもう食べてもらうと分からん、この甘さは。この甘さ、マジで伝えないんやけど。なんで甘いけ、表現力が足らなすぎて、ぜひ、ま、甘いところだけで伝えるわ。甘い、どうかね、マジで、マジで。無理やり、無理やり笑そうとした。ぜひ、コストコ、数量限定、期間限定、どちらかやと思うんで、てみてください。またねー、またねー、ありがとうねー。あー、すごい。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録